網棚網棚がある車内 j r 九州7 8 7軽電車の荷物棚網棚とは、電車やバスの車内にある荷物を置くための棚である。網棚は、座席と天井の間にあり、荷物を置くために、糸をされて配置されている。材質は、枠と網の部分が金属、またはプラスチックでできたものが多いが、古い車両では、網の部分が糸を編んだものだったり、枠が、 木製のものもある。金網式の他にステンレスなどのパイプを用いたパイプ式の採用も多くある。近年では特急用車両や新型車両を中心に指示枠に網状のものを使用しない荷物置き場が設置されており、東京メトロ1万系電車では指示枠に強化ガラスをはめ込んだガラス製が JR 東日本 E531 系電車 E233 系電車では アルミ製の板式のものが用いられている。これらは本来、ニガナと呼ばれるものであるが、盲状でないにもかかわらず、網棚という単語が使用され続けていることが多い。これは、鉄道業界特有の慣例の一種であり、コンクリート製の枕木などと同様のケースにあたる。 かつて地下鉄車両では乗車距離が短いなどの理由から当初から網棚を省略した車両が多かったが、相互直通運転が増え乗車距離が伸びたこと、さらに直通相手事業者の車両との兼ね合いから直通運転をしていない路線用の車両を含め設置されるようになった。一方で、現在も札幌市営地下鉄の車両には網棚が設置されておらず、これは当初、 駅間が短く乗車時間が相対的に短いという理由であったが、議論があることも確かである。混雑した車内で荷物を座席や床に置くことは、他の乗客に迷惑であるとして、荷物を網棚や膝の上に置くよう求められることがある。ラッシュ時など車内が混雑しているときは、吊り革の他に網棚の枠に捕まることもできる。類似のものとして、旅客機では、 蓋を閉じることができる共用の収納棚が座席上に設置されている。網棚には以下のような問題があり、使用を敬遠する人もいる。こうした問題点から前述した板状にして荷物の落下を防いだもの、荷物を置きやすくするため網棚の高さを下げたもの、忘れ物防止及び防犯の観点からガラス製の網棚にするなど、鉄道事業者では 様々な趣向を凝らした網棚を開発、導入している。ありがとうございます。